にちは、かけむらです。ですね、お休み、動画をお休みしているときに、実はまあ、お休みする前、少し、まあ、不審者がおって、っていう人助けした、人助けになってんのかな、わかんないんですけれども、その翌日なんですけれども、またまた、ちょっと、今度は困ってる外人さんがいらっしゃって、僕がですね、コンビニで買い物をしに行った時の、一個前の、お客さんがその外人やったんですけれども、大体買ってはったんです。そのコンビニ、タバコ売ってなくて、どっかでまた、なんか、タバコを吸いたいからライター買ってんやろうなっていうのはすぐ分かったんですけれど、タバコ売ってないから、そのまま出はったんですね。で、僕、レジで精算してて、で、ちょっとラグあったんですけども、家の帰りの方向いて歩いとったら、ちょうどタバコの自販機の前で、その外人さんが、立ち尽くしてたんです。呆然とした感じで。多分、タバコ買うとき、こういうタスポカードっていうのがいるので、なんでタバコお金入れても出てけへんやろっていう感じやったと思うんですけれども、タスポがないからタバコ買われへんやなって、まあ、ピッてすぐ分かって、で、外人さんに英語できへんのですけれども、シュガレット、ウィズ、ディスカードとか、適当なことを言って、3分ぐらいやりとりしとったんですけどね。で、やっと分かってもらえて。で、外人さんがお金入れて、好きなタバコを押して、僕がピッてやってあげたっていう。まあ、人が好きじゃないんですけれども、なんかちょっと役に立てて嬉しかったなっていうお話です。すいません。今日はセブンイレブンさんでミニ冷やし中華買ってまいりましたので、こちらの動画ご一緒にご覧いただきたいと思います。セブンイレブンさんのミニ冷やし中華、税込み325円。ちょっと高い感じもするんですけども、こんなもんですかね、お値段的には。それでは、ごめんなさい。原材料名の方になります。製造元はどこやろう？神戸って書いてますね。三つ葉デイリーさんっていう会社が作った商品で、エネルギーの方は、1食あたり289キロカロリーです。はい、出来上がりました。ちょっと麺がもともと偏ってたので、ちょっと見栄えは悪いんですけれども、いい感じです。それでは、セブンイレブンさんのミニ冷やし中華ですね。お味の方チェックさせていただきたいと思います。めっちゃ美味しいです。ザ冷やし中華いう感じですかね。これとご飯があればもう最高やと思います。ちょっとグーとかの味はわかんないんですけど、ちょっと卵だけチェックさせていただきたいと思います。うん。卵も最高に美味しいですね。すごいまろやかな、卵の味適当です。すいません。とりあえず、めっちゃくちゃ美味しいです。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。